皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。 今は、ね、あの赤男爵さんの軽トラックがうちの目の前を通ってね、まああっち向こう、皆さんから見るとどうなんですかね、行ったんですけど、どっかあれですかね、引き取りですよね。この取らないですよね。すぐそこなんですけどね、ここはあんま通らない。買い取りとかだったらね、うちに行っていただければ。まあ余計なことなんですけどね。はい、さあ今回はですね、1996年ね、こういう昔雑誌がありましてね、そしてこれから、昔のとの当時のですね、この記事を読みつつ、これ今中古車の雑誌なので中古車のこうずっとね書いてあるんですよ。で、まあ一応プロファイルとかね、あとインプレッションその時のね書いてあって、そしてあとこう価格のね、相場みたいな部分も書いてあったりする、そういう雑誌でございます。はい、その中から今回はですね、やはりこれです。ホンダさんのね NSR250 で峠を、あの頃の自分は分かった、そういう方もいらっしゃるかもしれないです。どうでしょうか。はい、ホンダさんというとですね、基本的にフォースト、本田さん、総一郎さんね、やっぱりそういう方だったんですかね。他のところが、やっぱり小型、小さいオートバイでね、やっぱりこう、ツーストを作って、まあ構造も簡単ですしね、でパワーも出るっていうことで、ツーストのオートバイが多かった中にあって、いや、これからの時代はフォーストなんだと、ということでね、スーパーカブをはじめ、ずっとフォーストにこだわって、作ってこられたということは、まあね、有名な話かと思うんですが、まあ、そんな中にあって、80年代とかですかね、まあ、ツーストがねどんどんね、一回消えたかと思ったんですけどね、またねこう再燃して、そして、いろんな排気デバイスつけたりね、もちろん水冷化になって排気デバイスつけて、電子制御だなんだって言って、どん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 高性能化されていった時代があったかと思います。はい、そういった中にあって、例えば GP でもね、GP500 クラスっていうんですか、各社はツーストのマシンでね、4気筒のツーストのマシンで戦っているところを、ホンダさんは、NR っていうね、フォーストで、同じシリンダー数、同じのシリンダーの数でしかも同じ、排気量でフォーストで戦うっていうね、そういうこともやられていました。でも、そういった中にあって、ホンダさんも、やっぱ同じ土俵で戦うっていうことで NS っていうね、なんかレーサーを出してきて、そしてその流れを組んでるのが、要はね、それのこう、さっきのこの NSR だと思うんですけど、最初は MVX っていうね、3気筒のツーストのオートバイを出して、はい、不評でしたよね。いろんな面でいろんな不評で、あれダメだってね。で、私、買ったことあるんですよ、中古で。で、あれバッテリーがダメだとエンジン不調になっちゃうんで、バッテリー転換なんですよね。だからバッテリーは常にいいものをちゃんとつけなきゃいけない。で、発電系と充電、ね、発電して充電がちゃんとできてないと、まあ、不調になるみたいですけど、でも、良かったですよ。乗って。楽しかった。うん。あれはいいですよね。うん。今でも、あ、これはいいな。変なところがいいんですよ。で、MVX の話じゃないんだ。そしてその後に NS250 っていうね。V 型に、まあ、V ツインですよね、 V ツインのね出して、そして、NS がに R がついて、 XL がに R がつくってありますけどね、いっぱい R がつくね、まあ、NS も NSR になるんですね。で 250R、 最初は NSR250 で全然じゃなかったでしたっけ、最初から R ありましたっけね。それで、何でしたっけ、 MC16 でしたっけ、最初で1821とかなんかね、最高29でしたっけ、いくつでしたっけね、2いくつってありますよね。はい、でこれが多分その5、要は5型っていうタイプだと思いますね。後ろがプロアームのやつ。で、カードキーでね、だったかと思いますね。で、これは4型ですね。ガルアームっていうね、ツインガームはこういうふうにね、曲がってるやつね。はい、だったかと思いますけど、はい。速さと扱いやすさを高次元でストリートへフィードバックしたレプリカ。そう。ホンダさんはね、そういう。なんか最強は今までなんか 88NSR だって。そういうの、なんかいろいろ話ありますよね。台形トラックっていう、なんかね。なんかよくわかんないですけど。とりあえずプロファイルね、書いてあります。読んでみましょう。NSR は常に最強最速という地位を確保しながら、絶えず進化してきた。特に90年モデルの完成度は驚異的。中でもエンジンの進化は目覚ましい。そうなんです。限界走行域でのポテンシャルアップに加え、使用
頻度が高い街乗りでの扱いやすさを実現した。これは PGM システムの進化によるところが大きい。この最新の PGM3 ではエンジン回転数だけではなくギアポジションまで検知し、スロットル回路に応じて最適な点火時期を選択すると同時に RC バルブやキャブレーターまで適切にコントロールし、きめ細かい出力特性を得ている。まあ、電子制御ね、もうこと細かく入ってる。ツーストってね、なんかこう適当感があるような気がするんですけど、わからない部分っていうか、ね、未知の部分がね、うん、でもそういった中にあってこと細かくこれがホンダの NSR ですよ。次にシャーシー側では、シャーシーもそうですよ。理想的なチャンバー形状を得るために採用されたガルアームが目を引く。まあこのタイプですね。この90年型ですか。これ94年、何年前ですか ?90 何年ですかね。うん。で、モデルチェンジしてますからね。うん。それよりもメインフレームの幅広化と薄型化を上げておく。幅広くしてく薄くなってね。これ目の字断面どの頃ですかね。現行型の NSR がさらなる進化を遂げてデビューしたのは94年、うん、先進の PGM メモリーカードシステムを搭載しバイクの新たな可能性を示唆した。またワークスマシンからフィードバックされたプロアームの採用も大きな特徴の一つである。肩持ちですよね、はい。カードキー、ね、差し込むんですよ。ハンドルロックがね、あれ確か、 なんかついてますよ。鍵ね、ちっちゃいよね、入ってるんですよ。それで、まあ、燃料タンクとか開けるような、ハンドルロックはどういう感じになってるんでしょうか。私もよくわからない。見たことはあるんですけど、はい、そんなに触ったことないんで、はい。今だったらスマートキーですよね。当たり前当たり前ですね、はい。さあそんな NSR でございますが、まあ、当時のね90年型の、インプレッション、書いてありますからね、ちょっと読ませていただきますと、90年 NSR にまたがっての最初の印象は89年にモデルに比べてポジションの自由度が増えたということだ。そうなんですね。状態を立っていても伏せていてもどちらもしっくりとくる。こんな感じですか。難しい。エンジンはあくまでも滑らかに回り、ライダーの右手の操作に素直に反応してくれる。また低速でもトルクは十分で、しかもひとたびアクセルを大きく開けようものなら2サイクルスポーツならではの加速を見せつけてくれる。現行型 SE にも乗ってみる。あ、これ94年モデルね。見慣れないカードキーを差し込みエンジンを始動すると90年モデルよりも鑑識クラッチのノイズがかなり小さくなっていることに気づく。鑑識ですよ、ね、低速での加速感も向上していて新馬力自主規制に合わせた5馬力のパワーダウンを全く感じさせない。そう、昔は45馬力だったんですよね。それが40馬力になっちゃったんですよ ね。5馬力下がったら大きいですよね。 250cc ですからね、うん。スロットルレスポンスも俊敏であくまでもライダーの意思を尊重する。シャーシー面ではあえて整列フォークを採用し幅を広くしながらも肉厚を薄くしたフレームと相まって剛性感としなやかさの両立したフィーリングとなっている。まあそんなことが書かれて、ございます。はい、そうですね。これあの NSR は整列フォーク、いわゆるまあこうね、こういうタイプですよね。こういうね、うん、アウターが下にあるやつ、うん、それを採用してますよね。で、まあ、そういうことを言うからにはそうなんですよ。例えば TZR だとか、V ガンマとか倒立フォークでしたよね。川崎さんはツーストはそんなにね、 KR っていうのがあるよね。 KR250 で KR1 でしたっけ、ありましたけどね、その後すぐなくなっちゃいましたよね、うん。はい、センセーショナルデビューから10年目を迎える NSR シリーズだが、値段を見るとですね、大体ね相場がね37、8万円です。この相場が。この要はこれ中古車雑誌の、別冊なので、中古車雑誌でずっとデータの出るじゃないですか。ね、それなんですよ、うん。そういうことなんです。はい、そんな金額で買えるの？今だったらね。今だったら100万以上しますもんね。これなんか100万以上普通にするんじゃないですか。レプソルカラーとかありますよね。レプソルカラーってすごい綺麗な、もう本来のオリジナルのやつで、カウルとかがすごい綺麗だったら100万以上は普通にするんじゃないですか。下手すれば200万でもね、買う人がいるかどうかは分からないですけど、でもそういうプライスタグついちゃうんですよね。これどっかにまだに新車あるんじゃないかと思うんですよ。レプソルのやつとかロスマンズとか5型のね、恐ろしい気がつくんじゃないですか、もしそんなのね、
一般の人には売らないです、売れない、まあ売らないと思いますが、それを、いわゆる業者オークションですよ。業者オークションに出したら1000万はいかないと思いますが、うーん、すごい金額いきますよね。新車だったんですよ、未登録、うん、でもエンジンかけられないですよね、それはね。どうしようもないけどもね、ただもう置いとくだけですよね。日の当たらないところでね、大切に保管する、後世に残す、ね、そういう感じでございます。はい、まあ、そんな NSR でございますが、まあそうですね、まあ、金額云々っていうのはね、うん、さあ、相場で言えばレプリカ社の代表でもあるこの NSR は底を打ったというのが当たっているだろう。潜在的な球数多いが表面的に見えてこないものが多く、プライスは、個体程度に左右される。そこで購入にあたっては現物の値段を見比べて選べばよいだろう。もうね、底値ですよ、この当時。ということはやっぱこの当時に買ってなきゃいけないんですよ、 NSR は。そして大切に取っておくと、今こんな金額で売れちゃったよ。でも24年経ってますからね、24年間保管するの大変ですよ皆さんね。ここ最近ですよね、上がりだしたのね。なんでここは何年ぐらいですか、 4,5 年ぐらいですかね。どうしてかっていうと、 なんでっていうと、ツーストね、乗る人いなかったんです。っていうかこの当時でももう終焉ですよ、うん、値段がまずね高い、94年型でも68万になってる。レプソルで80万でしたっけ、最後のね、レプソルカラーとかありましたから80万ぐらいですよね。だその当時でも、その当時だから80万と、うわ高っけーっていう感じだったんですよ。 RVF400 が78万ぐらいだったかと思うんですけど、で結局ですね、これ高性能、どん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 高性能を追求して、毎年毎年のようにモデルチェンジして、どうだ今度はこれだあれだってやってた時代ですよね。どんどん進化させてね、うん。でも結局それがどうなったかというと、これが結局どん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 先細りになってたんですよそういうことなんですよね、うん。で結局、ゼファーの登場をもって、もうこういうレプリカ系っていうのはみんな消えてったんですよ。そういう時代だったんですよ。それが今ね、なんとなくね、またこうふつふつとね、やっぱかっこいいよなとか。で古いやつはまあもう旧車だから、まあそれをね、あれなんですけど、新しい型で、例えば、ホンダさんが CBR250 ね、RR とか、そうすると、まあ一応ね、ヤマハさんも出してますけど R25 とかね、鈴木さんだけはちょっと参加してないですけどね、形は似てる、形はレプリカしてるけど、まあツーリングバイクと言われている GSX250R ね、そんなのありますけど、まあ、川崎さんが、まあ、最初でも川崎さんですよね、一番最初にね、やっぱりみんな消えちゃった時に250出して、忍者 250R でしたっけ、で2気筒でね、なんか出たね。でも最初はやっぱり昔から知ってる人は、こんなの出したんだっていう感じだったのかもしれませんが、でもねやっぱそれが人気が出たんですよね、うん。でそれで、まあ、本田さんも CBR250、 最初は普通のなんか 250R っていうね、ちょっと VFR の1200みたいな形でやつ、デザインのやつ出したりとかしてましたけどね。でもやっとこういうね、よりレプリカっぽいやつ、うん。で今4気筒ね、川崎さんが出して、それ次どうなるんだ、ただこれをどん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 追求していくと、まあいずれまた消えていくのかな性能ばっか追求していくとですよ、もっと重要な部分があるのかな、そんなことを思ったりもするんですけどね、うん。まあそんなところでですね、NSR、うん、今はねもう価格がもうわけのわかんない金額になってきてますから、やっぱ欲しい方っていうのはもう本当にね、そういうで、やっぱりレプリカ系の車両っていうのは外装とかそういうのがやっぱり大抵みんなもうボロボロなんですよ、どうしても。やっぱりこれで、まあ、サーキット走った方もいるかもしれませんし、やっぱ峠道走ったりで、もうこけるのが当たり前みたいなね、うん。そうするともうボロボロになってね、継ぎはぎだらけになったりとかね、そんなんで、だから綺麗な状態でっていうのはあんまりないですよね。仮にあったとしてももうバカ高くなると、って金額になるようになりますよね、うん。そうじゃなかったとしてもいい値段つきますから今はもう、はい、もうそういう時代になっちゃいましたね、うん。まあ、全てがそうですね、 NSR だけじゃないと思いますけどね、はい。そう、本当に250ですからね、車検がない、すごいですよね。その中で性能追求していってるわけですから、これが今だ、まあ今もあります、これが
排気量やっぱり制限があるっていうのは何かこうね、一応250とか400とか、いわゆるその法律上でね、何かこう免許のことであったり車検のことであったり、そういうので限られた中で、やっぱり追求していくっていうね、そうするとすごいものどんどんできていくんですよね。でもそれがもう全て取っ払われて 何cc でもいいんだっていうことになってくるとね、やっぱりってなるじゃないですか。でもその中でもやっぱりこうバランスのいい、やっぱりこの排気量が一番いいんだなっていうのが出てくるんだろうと思うんですけど、そんな NSR250 で、ございますが、はい、前後ね17インチ、最終型17インチですよね。これって後ろ18じゃなかったでしたっけね、ガルアームのやつって。で、SP っていうのがあるんですよね、 SP 仕様で。 SE っていうのはちょっとSE って鑑識クラッチでしたっけ。 SP はもう間違いなく鑑識クラッチが入ってて、まあカセット式ミッションだ屋根なんだとかそういったパターンですけども、あのホイールが NSR に限ってホイールがマグネシウムホイールでしたよね、前後ね、はい、確か SP はね、だから高いんですよね、うん、10万ぐらい普通に値段がポンと上がっちゃった。ただやっぱりそういう車両ですので狙うんだったら SP ですよね。でもマグネシウムってなんかあの材質的に耐久性を考えるとあんまりよろしくないみたいなので、いい状態のものを買わないと大変なことになるんですかね。はい、昔のレプリカはこんな感じのテールをしておりました。シュッとしてまいりちょっとボテッとして、ね、これがいいのかもしれないですね、はい、ちょうどここに、お尻がはまるっていう感じですよね。パコってね、はい、まあ、そのままですね、ホンダ NSR250RSESP 速さと扱いやすさを高次元でストレートへフィードバックしたレプリカ、こちらのですね、記事 U バイクデータブック1996年、こちらの記事をですね読ませて読みながらですね、ちょっと、はい、お付き合いいただいて皆様誠にありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。